いやー、トミトミ J だよ。ということで、今回ね、ブー、いやー、セカンドチャンネルなんだけど、まあなんでセカンドチャンネル撮りたくなったかっていうとね、ブーヒュー、ね、ツナ缶が余っちゃった。あ、じゃあどうしよう。ね、この前ね、まあ、ビデオでやったと思うんだけど、ツナ缶ランプ、これをね、燃やせばツナ缶がランプになりますよ、と。なんかじゃあそれをうまく活用して、別のものを作れないかというね、俺の、研究コーナーみたいなね。最初はやっぱ誰かから教わるじゃん。教わったり調べたりするんだけど、そっから独自の道を切り開いてどんどん進化していくわけじゃん。だからちょっと切り開きたいなと思いまして、ツナ缶にプラスアルファで何かを燃やして作れば作れます。はい、じゃじゃじゃーん、卵の、そうだな、卵黄を使おうかな。卵とツナって結構なんか相性が合いそうじゃない。そういう感じでちょっとやっていこうかなと思います。まず最初に油はしみ込ませておく。その方がね、燃えるから。で、こうやってほらツナ缶に、ツナ缶の油がね、ティッシュに浸透するでしょ。タモが中の方がいいな。なんかこれだけでも美味しそうだけどねこれで完璧だ。で、燃やしまーす。これでしばらく焼く。卵とツナって結構組み合わせ的にはいいと思うんだけどね。でもそれをね、わあわあわあ、マイクのあのふわふわの部分が焼けたツナの油にいい感じについてね。卵によってかき消されたんですけど、 OK、 最初はいいんだよなよし、今度は大丈夫だろう。ツナ缶と一緒に卵も焼けるっていう、すごくお得な、お得でもないけどね。あ、でも逆に言うと、これでランプをしながら卵を一緒に焼けるわけじゃん。よくね。めっちゃ今回ちょっとね、卵を入れて焼いたのがこちら、ツナ缶卵。いただきます。卵とツナ、あー、合う、意外と合う。しかし焼き方に改良の余地あり。なんかこういうね、こう調理器具もいろいろ揃ったから、こういうね、ちょっとライトな動画もね、上げていくんで。あとね、ゼルダの伝説とポケモンもちょこちょこ上げていくからあ、とりあえず宣言しないとさ、宣言することによって、わかる？コメント欄で、おい、早く出せよっていう、煽りが来るわけじゃない。ああ、早くやんなきゃってなるから。よろしく、ピュンピュン。